ンデルリブル。筋トレ用リブル？持ち手の触覚邪魔。ダンベルリブルで筋トレしている間は乳酸の生成が抑えられ、いつもの数十倍以上の持久力が出せるようになり、より深く筋肉を追い込みやすくなりましゅ。それってリミッター外れてるってことだよな。逆に筋肉壊れないのか？ひたすら追い込んでいるうちに顎に負荷がかかり出すので、顎に違和感を感じたところでやめておくといい感じに追い込めた合図でしゅ。顎気ダンベルじゃん。では、ブレイムヒム実況パート2に入っていきましょう。ベイカー定期化室っぽいところを脱出して屋外へ出たところからスタートになりましゅ。ここまで来て初めて外に出たよね。マリサさんの家でも立ってそうな感じの森でしゅ。魔法の森はここまで荒れ果ててないっつーの。しばらく森を進んでいると謎の入り口を発見しました。岩を削って作られた部屋か？こんなでかい岩にドアがあるって絶対おかしいと思う。明らかに不自然でしゅが、中に入ってみましょう。おや？この部屋って。ゴミ袋をかぶせられた男性が殺された部屋の雰囲気と似てるな。机にメモ置かれてる。あいつは俺の昔の父さんみたいだ。昔の父さんは好きだった。でも、もう違う。あいつって誰？前の屋敷にあったメモを残した人物とは違うみたいだな。メモの書き方的に男っぽいよね。殺された男性が残していったメモなのか、それとも犯人が残したもの？学校エリア、お屋敷エリア、そして今回の監禁部屋っぽい場所。それぞれメモの人物が全て異なってる？畜生、こんな地獄はもううんざりだ。なんで母さんは何もしないんだよ。父さんが俺にしていることを何とも思わないのかよ。なんで黙ってるんだよ。どうも父親に何かされてたっぽいですね。お屋敷の女の子と同じく、この男も虐待を受けてたんだろうか？場所も人物もバラバラっぽいので、ストーリーのつながりがうまく把握できないでしゅね。赤ちゃん取り戻したいだけなのに意味わかんないことになりまくりだよね。なんとここでサイドバールのようなものを発見。気に入らない奴はぶん殴れー。武器として使えたらいいんですけど、一度アイテムとして使用するとすぐに手持ちからなくなるからねー。もうバール使用してるな。おそらくバールの出番はまたこれで終わりでしょうね。襲われた時に使えそうなのになんで使わないんだろうねー。あら、なんかドア引っかかりましゅね。板を外したのに開かないだと？あ、なんか先ほど外した板がドアの下に挟まって。これじゃ開けられないじゃん。いや、無理やり何度も引っ張ればいけそうな感じは。お、なんとかなるもんだな。え？この部屋おかしくない？ちょ、死体袋みたいなのいっぱい吊り下げられてる。ここで逆さづりになってる死体たちって、かつて犯人にゴミ袋をかぶせられて殺された者たちなんでしょうか。あ、またメモが置かれてました。またあいつに会った。今度よく眠れるようにと、薬をくれた。なんだよ、でも全然眠れねえ。眠れないんだ、あの薬のせいで。こんなんに巻き込まれたくなかった。あいつとやらは睡眠用の薬ではなく、薬の物を渡してきたようでしゅね。ここまで読んだ3つのメモをまとめると、メモの主はおそらく父親から虐待を受けており、そんな中で昔の好きだった頃の父親の面影を思い出すあいつに出会った。そのあいつとやらは、父親の暴力のせいであまり睡眠が取れていなかったメモの主に対して、よく眠れる薬と称して薬の物を渡した。その結果、眠れるどころか幻覚を見まくって大変なことに巻き込まれるようになった。こんな感じのことが起きたんじゃないだろうか。今まで読んできたメモで共通してることは、みんな薬の物と深い関わりがあるってことでしゅね。さて、このエリアでまずやることは、メインレバーを起動させることみたいでしゅ。レバーの上に3つ赤いランプがついてたよな。あのままじゃレバー引けないの？引けなかったから他を当たってるところなんだよ。おそらくメインレバーに電源が通ってないから、電源装置を探すしかないだろうな。あまり入り組んでなければいいけど、どこかのとこいる。一旦どこか隠れろ隠れろ。ついに赤ん坊をさらった謎の男に追いつきましたな。おいおいこっち来るな来るな。あんなのに捕まったら確実に終わりだって。落ち着いて一旦身を隠せる場所を探そうか。全体的に暗くて見通しが悪いから緊張感半端ないって。バックで流れてる音響効果はすでにこの頃から完成されてる感じあるな。な、何の音？大男が立てている音なのは間違いないでしょうけど、一体何をしている音なんでしょうかね。居場所バレてたりしないよね。それはもう少し待ってみないとわからんな。もう足音聞こえなくなったので廊下に出てみましょうか。よく周り見とけよ。うん。あ、めっちゃいいタイミングで回り込んできててくさ。直前まで足音すらしなかったじゃないのよ。あいつ、かなりのやり手みたいだねー。ここで左に曲がった先に奴が徘徊していたので、最初は反対側から探索していった方がいいかも。大男からこそこそ隠れつつ、メインレバーを作動させないといけないんだな。暗い中でステルス行動って一番やりづらいやつでしゅよ。しかも敵は CQC の使い手だし。体格差を生かして床に叩きつけてるだけだから CQC ではないだろ。その家具でドア塞げそうだね。まさにキルノが考えてることをやろうとしてるところだよ。持ち運びづらさも相まってなかなか面倒なギミックだな。オッケー、こうしておけば奴は絶対入ってこれないはず。そしてここにメインレバーへと通じてそうな電源レバーらしきものがありました。でもこれだと廊下に出られないんじゃね？あ、確かに。じゃあ出るときに結局家具どかすから意味ないんじゃ。今さっき木箱壊すような音しましたよ。それとここにダクト発見。お、ちゃんと迂回ルートありましたな。
あいつ来てる？うわ、ドアガンガンやってましゅよ。どうも電源レバー入れると居場所がバレるっぽい。でも家具で塞いどいたから大丈夫だったね。これでメインレバー引けるようになった？いや、メインレバーの上のランプ、3つあったよな。おそらく電源レバーは3つあると思われるぜ。そうですよね。簡単には抜けさせてくれないよね。見つからなかったらいいんだよ。それができればグリーンだけど。あ、また死体吊り下げられてる部屋だよ。あの殺人鬼は何人殺してるんだよ。ゴミ袋かぶせられて何も見えないままいきなり首絞められるって怖すぎだって。同じ殺害シーンがなぜ2度も挿入されたのか。時系列的には一体どうなっているのか。それだけが全然わからないですな。わざわざ2度もあのシーンが挿入されるんですから、ストーリーの重要なヒントにはなってるはずですよね。そうそう、隠れるが勝ちだよ。あいつ結構移動してくるの早いのかな？さっきまで電源レバーのあった部屋の前にいましたよね。音もなく瞬間移動時見たことするのなしだって。瞬間移動はしてないんじゃね？1分くらいじっとしちゃったけど、さすがにもうどっか行ってるはず。音聞こえないけど油断しちゃダメだよ。先ほど男がいた部屋へ向かってみましょうか。実はまだ中にいましたとさ。そういういやらしい展開は禁止だからね。二つ目の電源レバーみたいなのあるよ。ここにも大きめの箱があるのでドアを塞いでおきましょう。この木箱は邪魔。おいおい投げるのはやめた方がいいんじゃ。さっき大男が木箱を壊したような音も聞こえたが。まさかバレてはないよね。オッケー、これで二つ目引きました。主部近くのダクトに避難しましょう。やけに大暴れしてないですかあいつ。今回は来ないのかな。必ずバレるわけではないのかな。うわ、やっぱ来るのね。大きな箱で塞いでるから入れないよ。オーダー、たまに聞こえてくるフシュフシュって音、多分大男が何かブツブツ言ってるんじゃないかな。あいつが発してる声かもしれないのね。言葉としては一切聞き取れないけど、どうせろくでもないことつぶやいてるんでしょうね。あんまり暴れるなって。ダクトの出口は先ほど塞いだドアの前に通じてました。もういなくなってるみたいね。それじゃあ慎重に3つ目の電源レバーを探しに行きましょう。私の勘ではここを右に曲がって進んだ先あたりかな。こういう曲がり角めっちゃ怖いよ。いや怖くないけど危険だよ。怖いもんは怖いって言えばいいじゃない。いるいる、マジそういうのいいんだって。なかなか先回りがうまいですな殺人鬼は。てかあの殺人鬼、頭にゴミ袋かぶってない？え、そうなの？言われてみや顔が全然見えないもんな。頭にゴミ袋かぶってたのって、殺された男性の方では？あ、一応メインレバーのランプの様子だけでも確認しときましゅ。ちょ右から犯人のブツブツ声。嘘でしょ、もう回り込んで。おや？ランプが一つしかグリーンになってない？確かに2箇所引きましたよね私。電源レバー引いたら赤になるんじゃないの？最初は3つとも赤だっただろ。もしかしてバグかなんかで作動してない？おいおい、だから暴れ回るなってあいつ。とりあえず3つ目のレバーの場所探そう。あや？塞いでたところが開かれてるぜ。まさかでかい箱どかしてレバー戻された？塞いでても意味ないってことかよ。いすごく、また音もなく曲がり角から出てきて KO されててくさ。まさかここ調理不尽な2度じゃないよね。一度引いたレバーも箱どかされて戻されるんじゃ厳しすぎるって。レバー戻される前になるべく早く行動していくしかないかもな。どうせ箱どかされるなら塞ぐ意味あるのかな。時間稼ぎくらいにはなるだろ。さっき見つかって距離詰められたけど、足自体はそんなに速くないっぽい。チルノの言う通り頭にゴミ袋かぶってるなあいつ。ゴミ袋をかぶった男性を殺したのがあいつだと考えるのは何かおかしい気が。あのムービーの犯人の視点を思い返すと、ゴミ袋はおそらくかぶってはいないよな。じゃああいつは一体何なんでしょうか。あ、三つ目のレバー見つけたね。これで全て電源レバーの位置はわかりました。あとは殺人鬼にレバーを戻されないように素早く立ち回ってメインレバーを引かないと。先にドアを塞がないと意味ないでしょ。あえて奴を中におびき寄せてレバー戻してるかどうか確認するんだよ。なるほど、木箱を蹴飛ばしてる音なのね。あ、いつの間にかレバー戻ってる。あいつ全然レバーに触れてなかったじゃん。ある程度レバーに近づかれると強制的に戻されるんだな。絶対奴を部屋に入れてはいけないでしゅね。場合によっては侵入されないようにおびき寄せたりもしないといけないかな。思ってたより難しいところみたいねここ。オッケー、確かにしっかり塞ぎました。一つ目の電源レバーオンでしゅ。確かに奴は入ってこれないでしゅよね。これだけ突っかえてたら普通無理だと思うけどね。簡単に障害物突破されるなら箱をどかす瞬間見てみたいもんだけどな。よし、二箇所目の部屋到達。ここもすぐにドアを塞ぎましゅ。オケオケその調子だよ。すぐに二つ目を引きまして、奴が突破してこないか確認してから三つ目を引きに行くよ。絶対入れてやりませんからね。レバー戻される前にさっさと行った方がいいぜ。この箱がどかされる可能性もあるから簡単に動けないよ。よし、あとは3つ目のレバーを引いてすぐメインレバーを。今ならきっといける。オケオケ、ここからはメインレバーに走れば間に合うでしょ。見つかっても強行突破するのぜ。嘘でしょ、もう開けられてるんだけど。
思ってたよりシビアみたいだな。一度レバー引いてドア塞いだら絶対入れないくらいのバランス調整でよかったでしょこれ。相手は主人公よりも体格がでかいからパワーで突破されてもおかしくないだろう。やばいよやばいよ見つかった。早くドア閉めて塞げ塞げ。ちょっとこれは逃げた方がよくね。ドア開けられてるでしょこれ。一旦ダクト逃げた方が。無理やり箱で当選ボスときましゅ。さあどうやって箱をどけてるか見せてみなさい。だからすぐ逃げろって言ったし。パワーが軽く横にどけててくさ。急いでも割とすぐにレバー戻されるので、一旦わざとレバーをやつに引かせてから出て行ったところを箱で塞ぎ、レバーを引き直して次に行くという乱数調整作戦で行きましゅ。あまりにもシビアなので他の実況者様の動画を参考にしてるのぜ。一回わざとレバー戻させてからドアを塞いで引き直すと突破しやすくなるらしいね。もちろんこの方法で確実にうまくいく保証はないでしゅ。だけど明らかに安定しないのでここは先人の戦略を参考にしてましゅ。はい、3箇所すべてわざとやつにレバーを一度だけ触れさせ作戦で行きました。お、全部グリーンだよ。マジでこの方法で突破しやすくなるんだな。絶対成功する保証はないけども、完全に積んで無理だと思った方は参考にしてみてねー。よし、メインレバーを引いたことで押せるようになったボタンがありまっしゅ。多分エレベーターかな？呼ぶまでちょっと時間かかるやつじゃ。うへぇ、すぐには開いてくれない。この間に殺人鬼が迫ってきてたら嫌なんですけど。今のところ姿は見えないから多分大丈夫じゃないかな。エレベーター消滅した。なぜかただの廊下に変わってる。てかここって森の岩の中だったよね。最近実況してるホラゲ、サイコブレイク現象を言って、急に恐怖をあおるような BGM 流れ出した。絶対これバレてるでしょ。急いでドア塞いで逃げろ逃げろ。ホラゲらしい逃走イベントした。ちょちょまだドア開けないで。さっきまでドアの近くにいなかったのにもう来たのか。イブルソンくらいでいいから早走れ走れ。逃げるんだよー。スモーキー。あれ、もうドア叩く音聞こえなくなってるけど。まさかあいつ、もう突破しちゃった。いや、今突破したみたいだぜ。そこの箱もドアの前に置いとけリブル。いちいち思って思うように動かせないよこれ。だいたいそんくらいでいいんじゃないかな。てか逃げ道はこっちで合ってるんでしょうか。ある程度分岐があるみたいでシュガガガ。迷った時は左作戦だよ。それは作戦ではないだろ。おい誰が予期箱をこんないやらしいところに置いたの。早くどかせどかせ。どかすんじゃなくて一つ掴んでまとめて壊せば早いんじゃ。マリサちゃんは冷静に判断できる状況だからそんなこと言えるのよ。ここにはでかい箱置かれてないのね。この木箱はどけなくてもいけそうだけど念のため。おいバカそんなところに配置すんなって。木箱壊しとかないと箱押せないでー。殺人を男のいやらしい性格がめちゃくちゃ伝わってくるねー。ちょっと塞ぎ方甘いかもだけど危険だからこのくらいにしときましゅ。この逃走いつまで続くんだろう。木箱邪魔邪魔邪魔。向こうにエレベーター見えてるぜ。おいマジかよ、絶対これしばらく待たされるやつじゃん。超ギリギリのタイミングで開いたりするんでしょ。わかってましゅよ。なんか後ろから青い光漏れてる。いや、あれは廊下が描画されてないように見えるが。描画バグはどうでもいいんでしゅよ。早くエレベーター到着してほしい。まあこの感じなら絶対間に合うだろうぜ。おいおいちょっと待てって、まだエレベーター来ないよ。あれ？これは、だいぶ余裕持ってボタン押したはず。今回はだいぶスムーズに逃げてますからね。これで間に合わなかったらむずすぎ検診でしゅよ。ほ、相当ギリギリな難易度だよな。ふえ、今回はシュグ開いた。なんで2回目はこんなあっさり？バグで開かなかったのかもな。なんだよそれ。ガチで超シビアな逃走イベントかと思ったよ。木箱壊す音聞こえてるけど。まさか後でシュグ奴が追ってくる感じ？エレベーターが下に戻らなければもう大丈夫なんじゃね？あ、チャプター3入ったみたい。タイトルは、失われた人形だな。騙されたもの、現実逃避者ときて、次は失われた人形？人形と赤ちゃんが関係あるのかな？赤ん坊用の人形をなくしてるってことだろうか？なんか見覚えのある古時計ありましゅね。チャプター2の屋敷で見たものとおそらく同じでしゅ。古時計の横に置かれてたやつは最初のムービーの監禁部屋にあった薬瓶だな。さっき大きい音したね。多分ドアが閉まった音だと思う。あと、なんか消火器持ち運べるみたい？アイテムじゃないみたいだね。わざわざ運べるようになってるなら何かしら意味でもあるのかもぜ。こちらは電気スタンドのようでしゅ。奥の棚には地球儀がありましゅね。持ち運べるものには赤いテープで印がつけられてるな。他にもまだなんかあったりする？こちらのゴミ箱と、床濡れ注意の看板、みたいなのをつかめましゅね。この空間はチャプター1の小学校に似てる気がするな。何この張り紙？左が修正、右が答え？左右の部屋のことを指してるんだろうか？まずは左のフィックスから覗いてみましょうか。小学校の教室みたいだねー。特に何もおかしなところはない古びた教室って感じですけどね。反対側の答えの教室は？お、棚の上に地球儀が置かれてるな。奥の隅っこに消火器もあるよ。ああ、なんとなくやることわかったかも。廊下に落ちてたオブジェクトを答えの教室通りに配置する感じだよね。棚の配置とかが左右対称になってたから、全く同じように置けばいいわけではないと思うぜ。了解でしゅ。あら、地球儀落としちゃった。あれ？勝手に落ちる？
ただ運べばいいだけなんじゃないの？それができないから困ってるんだけど。そんなに地球儀重たいか？持ち上げられないほど重いはずはないんだけどね。さっきから全然運べてないじゃん、リグル。絶対これ挙動おかしいでしゅよ。掴んでも手具落ちちゃったら棚の上に絶対置けないじゃない。こりゃおそらくバグだろうな。なんとか頑張って左右対称に配置しないとここから一生進めないが。おいー、ここでバグリグルすんのかよ。むむむ。ものすらまともに持ち運べない謎解きって何なのよ。これ、一旦再起動した方がいいか？一回バグったらずっとバグリグルになるっぽいね。棚に地球儀すら持ち上げられないとか貧弱すぎるって。一度タイトル画面に戻ってからコンティニューし、改めて消火器を運んでみたらこの通り。途中で落とさなくはなったが、挙動は少しおかしいままだな。スムーズに持ち運べず、少しカクカクしてましゅね。これは要修正案件でしゅねー。もしくはリメイクでもしてくださると。さすがに本作のバグ取りやリメイク等は今になってする可能性はほぼないんじゃないかな。でも地獄戦闘ってリメイクされたんだよね。あれはあれで特殊な事情があってやむなくそうしたらしいが、ブレイムヒムに関してはだいぶ初期の頃の作品だし、よほどの事情がない限り修正やリメイクはないと思うな。床濡れ注意の看板は世界地図の近くに落としてっと。デスクライトは一番奥の一番後ろの席の上に置きまし。ゴミ箱は黒板の一番奥の隅っこあたり。最後に地球儀でしゅが、ちょっと挙動が怪しいので棚に乗せられるかどうか。お、今回は大丈夫だったな。あ、もう一つ左の棚だぜリグル。わかってるけど位置調整が地味に難しい。あん倒れるなって。まあ倒れてても置き場所があってれば多分大丈夫だと思うぜ。これで一通り全部置いたよね。何かわかりやすい変化やイベントとかは起きてない様子ですけど。次はどうしたら。あら、いつの間にか壁に穴開いてまし。やっと進展あったねリグル。バグのせいで地味に時間食ったなここ。一気にカットしてるので伝わってないと思いますが、床濡れ注意の看板は運んでいる最中に下手に手を離すと、床を貫通してどっか行っちゃうことがあります。オブジェクトが消失すると一旦タイトルに戻って再ロードしないと一生積みますぜ。この通路は二手に分かれてますが、どちらから進んでも最終的に到着する場所は同じでした。ここは机の下をしゃがんで通過するしかないな。やっぱりここってまた小学校に戻ってきてるよね。それほど主人公にとって小学校の記憶は重要なんでしょうかね。あ、途中セーブが挟まれました。赤いロッカーが出たということはそろそろまた敵が現れる頃かな？全く音はしないけど気をつけとけよ。なぜか廊下にチャリが置かれてましゅね。なんでこんなところにあるのかわかんないんだけど。廊下をチャリで爆走するドキュンどもが残していったとしか。なるほど。女子トイレの個室であんなことが起きるほど治安が悪い学校ですから、校内をチャリで爆走するようなやからがいてもおかしくないと。授業中に廊下を爆走する奴ら今思い出してもマジ頭おかしい。リアルにそんな奴らいるのね。何やら変な音。敵いたら敵いるし。ちょすぐ引き返せ。違う違うそうじゃない。慌てすぎて逃げる方向間違えた。キャプター1で襲ってきた女の足？なんか真っ黒だったんだけど。完全に影に溶け込んでて全く見えなかったよ。今度はバレないようにしゃがみ移動で。今は奥のドアの前にいるみたいね。まずはこのトイレを調べま。リグル走るな気づかれてるよ。ちょっと気が早まっちゃったよ。個室の中へ隠れまし。隠れたところでドアぶち破られそう。あかん。個室に入ったままドア閉めらんない。おいー、また刺されるじゃんこれ。キラリ。あ、奴はここまで来てなかった模様。命拾いしたな。気づかれても少し距離離せば意外と大丈夫だったりするんでしょうかね。トイレには何もありませんでした。あいつは奥のドアの前に戻ってるよ。多分こっちの方は見てないよね。絶対こっち見てこないでねー。男子トイレのようだな。男子トイレにも何もなかったので、多分このエリアでは、奴が奥のドアから離れた隙を狙って進まないといけないのかも。うへぇ、どうやってあいつ引き離す？近くに誘導に使えそうな木箱あったよな。なるほど、それ投げればいいのかも。じゃあトイレの方に投げるよ。そうい。オケ、ちゃんと音に気づいてましゅね。あとは奥のドアに入るだけの簡単なお仕事。まだしゃがんでた方が。あ、まずい、この距離でも走ったらバレるのかよ。女子トイレ入った直後に走ってバレるほどなんだから当たり前だろ。ちょちょちょ、なんでまた木箱投げてんの？私の勘だよ。キラズアート初期作品なので、敵 AI はそんなに頭良くないはず。おそらく木箱の音が鳴った場所に反応して、そこで立ち止まってくれるんじゃないかと判断しました。どうもリグルのとっさの判断は成功したみたいだな。多分今はドアの前にいるんじゃないでしょうか。え、それじゃあここから出たらすぐ刺されるじゃん。あ、そっか。でも今はドアの前にいないっぽいぜ。それなら今が鍵を持っていくチャンスでしょうか。奴はずっとトイレの前にいたので難なくスルーできました。あとは入手した鍵の使い道がどこにあるのかなんでしゅが。この階段はまだ上がってなかったな。あ、ここの鍵だったみたいだね。謎の真っ黒な女の襲撃は一旦これで回避できたでしょうか。てか、ここから学校っぽくなくなりましたね。チャプター2のお屋敷をさらにボロボロにしたような感じに見えるな。途中セーブも挟まれたから全く違うマップに来たみたいだね。特に目星いものはなさそうかな。
どんどん先へ進んじゃいましょう。うわぁ、また部屋の様子が変わってきた。お屋敷の中というより、岩の中に無理やり部屋を作った感じか。石でできてるように見える壁はどうやら布みたいでしゅ。あ、ほんとだな。ドアの見た目とかはお金持ちの家にありそうな感じだけどね。そして地下室っぽいところにまた来ましたよ。って、なんかやけにかくつくような。めっちゃ広そうな地下室来たね。あや、戻るの？まだ調べてない扉あったから確認してくる。こちらの扉でしゅ。あ、先に広い地下室から攻略するみたいね。この階段降りるとき、フレームレート安定してないかも。いきなりクラッシュとかはしないでね。階段の通過を境にマップを一気に読み込んでるんだろうな。この雰囲気的に絶対あの男出てきそうなんだけど。またあのいやらしい逃走劇を繰り広げるのはもう嫌でしゅよ。なんだか妙な地下室でしゅね、ここ。存在しなくてもいいようなところにドアがたくさん配置されてましゅ。イメージ図で表すとこんな感じで配置されてるところが結構あるんだよな。何のためのドアなのかわかんないね。適当に配置してるってことはなさそうだよね。何か怪しい意図を感じるマップでしゅ。地下室の一番奥に何やらアイテムが、おっと、入手できましゅね。鍵に鉄球みたいなのが繋がってるけどなんだろう。うん。これ取った瞬間不穏な BGM が流れ出したぜ。まさか男でも出現したんぜ。そういやところどころに木箱あるけど、うまく使えばおびき寄せできるんじゃない？ちょっと壁越しに深はしましゅ。深はうち。頭が。あ、今は深はうちって言ってもあんまり通じないらしいな。まあ初代メタルギアオンライン、MGO2 でよく見かけたテクニックですからね。最近はレレレ打ちってのがよく知られてるみたいだな。左右に細かくステップ踏みながら打つテクニックとのこと。全然わかんないや。今ことはどうでもよくて、鍵を取ってからナイフ持った女が出現してるんだって。この謎のドア配置は敵に対処するために用意されてたということか。こっそり開けて向こうの様子を伺いましょう。結構見にくいけど、女いたね。すぐそこに木箱があるから誘導はできそうだぜ。ちょいとこれを投げて気をそらしておきましょうか。向こうの方へ投げれば多分大丈夫でしょう。よしよし、これであとは地下室から出るだけ。これならそこまで難易度は高くなさそうだな。今のうちに走って地下室を出れば余裕かも。あ、でも男もいたりして。確かにそれはあるかも。え、もう後ろの奴に気づかれた。早逃げ。ちょっともう一体ナイフ女いる。嘘でしょ、こいつ一人だけじゃなかったの。これはどういうこと？一人目のナイフ女は突破。あとは二人目に気づかれないように。今はちょうどドアの向こう側にいる感じか。ちょ、今行って大丈夫？これでいいのよ多分。ほう、タイミングはバッチリだったか。しかし三体目がいないとも限らないな。もちろんそれも警戒してましゅよ。オケ、ナイフ女は2体のみでした。さすがに理不尽難易度ではなかったか。もうチャプター2ラストのようないやらしいギミックには遭遇したくないでしゅね。なんか地下室出ても BGM 止まってなくない？もしやこの辺りにもいるのかな？それだけは勘弁してほしい。よしよし、三体目はさすがに出ませんでした。これで先に進めましゅよ。てかどうしてナイフ女が2体もいたんだろう。電気消えないでよ。これはまだ何かあるパターンかな。ちょちょ電気つけてよ。なんか電気の調子が悪い時みたいな音が聞こえまくってる。さっさとここ抜けましゅ。なぜか開かないし。あれ？懐中電灯はどうした？それがなぜかつかなくなってましゅ。もしかして別の抜け道とかあるの？さっきから BGM が不吉すぎるんだって。こりゃそろそろ男再襲撃してくる頃か。何もありませんよ。さっき人いなかった？スーツっぽいの着た人が一瞬見えたような。ナイフ女でも男でもない。また見えましたよねさっき。てか BGM の煽りがやばいって。さっさとここ通らせてほしいんですけど。おっとドアノブに印出てましゅ。やっと開けられるようになったよ。さっさと逃げろ逃げろ。先ほど見えたスーツ姿っぽいやつって、前回の病院の悪夢で見たあいつじゃね。言われてみれば雰囲気似てるかも。何者なんだろうね。ここは3つのドアに分かれてましゅが、1つは開かない。正面と右側のみ開けられるようでしゅね。リグルは必ず左から行く。そんなこと言われると右から行きたくなるよ。あら？つまりチルノが何も言わなけりゃ正面から進んでたってことだな。別に何も言われなくてもこっち選んでましたよ。木の脚立動かせるね。これはどこかに脚立で登れる場所があるということでしゅね。動かす前に下調べしておきましょう。あ、次の部屋には木箱が。もしかしたらまた近くに敵いるかも。敵が徘徊してる中で脚立運ぶならきつそうだな。あんなところにプレゼント箱みたいなのあるんですけど。脚立であれ取ればいいんじゃない？いや、高さ的に厳しいんじゃね？案外木箱投げつければ落ちてきたりしないでしょうか。お、少し動いたな。じゃあこれは木箱を当てて落とすのであってましゅね。おお、完璧。さて、何が入ってたんでしょうか？あら、なんか拾えない。しゃがめば取れるんじゃね？小さくてよくわかんないでしゅねこれ。アイテム欄に何も映ってなくない？小さな白い点が見えるだけなんだが。小さい点拾ったってこと？まさかこのアイテム、描画紙忘れてるとかじゃないよね。多分主人公の幻覚で何もないように見えてるだけだろう。装備してみると、3と書かれた四角い石みたいなアイテムが見えましゅ。絶対バグリグルだねこれ。いやいやただの幻覚。
若干入り組んだような廊下がひたすら続いてましゅが、基本どこも同じような見た目の廊下で、見るべきものはほとんどないかも。おっと、このタンスの上にプレゼント箱発見。これだったら脚立届きそうだが、ここまで運ぶの相当時間かかるのでは。脚立の位置は、これ相当遠いやんけ。忍耐力が鍛えられますな。ファイト一発リブル。これ絶対距離えげつないって。遠すぎて草。もっと力出せないのかよ。多分これが限界速度じゃない？ここら辺まで運んでようやくスピード出す方法発見。斜めに移動させるように運ぶと若干早いでしゅ。この仕様をうまく使って運んでもそれなりに時間かかってるの草。もうちょっと近くに置いてくれてたらいいのにね。やっと運び終えたよ。指定の位置まで運ぶと勝手に取りに上がるんだな。今度は何が入ってるのかな？あれ？取らずに脚立を降りてる？どうしたんだ主人公？箱を少し間近で眺めただけで終わったんですけど。何も取らなかったよね。もしかしてまたバグ？アイテム欄確認しても何も取得してないでしょ。これはまた一旦タイトルに戻って再ロードすべきか？そしたらまた脚立を箱。今頃落ちてきた？本来であれば脚立を登ってすぐ下に落とす感じなんだろうな。時間差で落ちてくるとか焦りましゅって。あとちょっと落ちてくるのが遅かったらガチで再ロードかましてましたよ。3、6、7、9。何の番号だろうねこれ。3と書かれてる石は今装備してるよな。何かの重要なヒントなのは間違いないでしょう。次はこちらの部屋に入ってみましょう。木箱が置かれてるということは。ここにもプレゼント箱がありますな。ほい。これでどうよ。完璧。中身は何かな？あら、全然拾えない。コードロックボタンがパレットの下に？ボタンを出すための道具を探せってことみたいだな。隙間に入り込んじゃって取れないみたいね。これは面倒なことになりました。道具を探しに別の部屋を当たってみましょう。また古時計がある。屋敷に住んでいた姉妹たちのおじいさんが大切にしていたんだっけな。まさかそのおじいさんがストーリーに関係してたりとか？それ以上進んだら落ちる。なんか向こうの木の幹、上の方に岩が挟まってるように見えるかも。直接木の幹に当てるんじゃなくて上の岩を狙うんじゃないかな。手前の岩に当たってるな。ちょっと角度調整がシビアかも。だいたいこの辺で。動いてる。もうちょっと当てる必要あるかな。3回当ててようやく幹が倒れてくれました。これで先に進めましゅね。洞窟みたいなところ来ちゃったけど、ここからは家の中じゃないのかな。また屋敷の中みたいなところに。めちゃくちゃなところに部屋作ってるよねー。めちゃくちゃなのは最初からだから慣れたもんだろ。こいつがあればコードロックボタンとやらを引っ張り出せそうでしゅね。他に何かないかしら。チェストの横にメモ貼られてる。最初に彼女の顔を打ち、鼻を打った。それからもう少し殴って彼女の目をやった。やったとも。でも女はまだ話した。だから舌も切った。そしたらやっと黙った。とんでもないことが書かれてますけど、まさかあの男が書き残したやつか。鼻折って目つぶしして舌切るとかやばいって。この金庫、数字の3と6がないでしゅね。3のみ拾ってるからあとは6だけだな。そして暗証番号のヒントは3、6、7、9と書かれたあの紙切れだろう。では隙間に入っちゃった暗証番号ボタンをアイテムで取り出しまして、6って書かれてるね。これでボタンは揃いましたぜ。あとはボタンを装備し、対応した部分に照準を合わせて調べるとはめることができまし。さて、肝心の暗証番号だけど、3、6、7、9の4つから成り立つ4桁の数字で間違いないよね。正しい順番はどう導くんだろうな。数字の並び方とか関係あるのかな。値には全然わかんないけど。このヒントから正しい4桁の並びをどう推測すればいいんでしょうか。私も全然わからん。解けた。答えは7639。何か崩れる音が。もしかして洞窟みたいなところが崩れたか。じゃあどうやって元の場所に戻るの。それはまだわからんぜ。てか、どうして暗証番号が7639なのか結局不明だな。あのヒントは意味ありげな数字の並び方してましたけど、解読できない以上そう当たりするしかなかったでしゅね。洞窟みたいなところは崩れて戻れなくなってました。で、こんなところにドアありましたっけ。そこは大きなタンスがあったはずだが、いつの間にか消えて扉に変わってるな。金庫の中にあった鍵はどこのだろうね。一つ開かなかったドアのじゃないかな。左側、正面、右側とドアがあったところね。多分この感じだと迂回して戻ってるような気はするな。もしかしてここは。首吊りロープ。プレゼント箱が引っかかってたロープだよ。なんだここか。びっくりさせやがって。ビビったこと認めましたね。ビビってないない。そういえばこの部屋はまだ調べてなかったような。意外と影に隠れてて見落とすことあるよな。奥の鏡になんか貼られてない？これは女性の顔写真でしょうか？誰の写真なんだろうね。そうか、暗証番号の謎と切り返したぜ。マリサさん謎解けたの？
まず番号のヒントと、女性の顔写真を重ね合わせる。すると女性の目と鼻と口に番号が重なるから、あとは殺人鬼が残したと思われるメモを思い出せば、鼻を折り、目をつぶし、最後に舌を切ったということだから、答えは7639、もしくは7369のどちらかに絞れるということだぜ。そういう謎解きでしたか。天才の値がこれに気づけないとは。いや普通に難しいよこれ。さて、次は正面側のドアの先へ進んでるんでしゅが、何やら地下の方へ導かれてる気がしますね。階段を降り切るとドアがありました。絶対これ敵出てくるでしょ。何やら台座みたいなのがありますレバーがついてるようだぜ。とりあえず引いとけばいいの。先に周り確認しといた方が良かったんじゃない。ちょ、何このだだっ広い空間。あ、ドアが勝手に開いてる。てかたくさんドアありすぎでしょここ。レバーを引いてから時計のチクタク音が鳴ってるな。そして一部の扉が勝手に開くと。もっと奥の方はどうなってんの。ほえー、こっちも大量にドアが用意されてます。そして一部のドアのみ開いてるのは変わりません。開いているところに入るとどうなるんだ。試してみましょうかね。ちょ、勝手にしまった。時計のチクタク音もしなくなったよ。どうも制限時間内に何かをしないといけないっぽい。中には何があるんでしゅ。レバーがあるね。あ、なんとなくやることわかったかも。チクタク音が鳴っている間に開いている扉の場所を記憶して、全部閉じた後に記憶した部屋の位置のレバーを引くんじゃないかな。それじゃあ間違った部屋のレバーを引くと。おそらく最初からやり直し。おいー、こういうのはタイムリだって。もう部屋の位置なんて忘れたんでしゅががが。そっちは確か奥側の4番目だったと思うぜ。じゃあ手前エリアの2つの部屋の位置は。すまん忘れた。マリサさんの言う通り引いてみたら2つは OK でしたけど、こっちの方のドアはどこが開いてたか。全然覚えてないからわざと間違えてやり直した方が早いぜ。まさにそうしてるところでしゅ。間違えたらブーってなるんだねー。右の奥側2番目と、左の手前側5番目。向こう側のエリアは右の奥側6番目と、左は手前側1番奥かな。あ、やばい。手前側エリアの部屋の位置の記憶飛んだ。あれ？どちら側の2番目が空いてたんだっけか。マリサ忘れたのかよ。じゃあ散るのは覚えてんのか。いや全然。左手前側2番目でしたっけ。私も記憶飛んだわ。全然違うじゃん。てかこの謎解きエリア広すぎて、移動速度の遅さも相まってメモなしでは暗記しきれないかも。ちょっとメモの準備するわ。一番奥が開いた時はそこまで走るのが大変だね。はい、メモさえ取ってれば問題ないでしゅね。これで4つ目でしゅ。オッケー、うまくいったぜ。奥の牢屋みたいなところが開いておりました。誰かがここで監禁されてたのかな。鏡の前にチェーンカッターがあるぜ。これで手持ちのアイテムは鍵とチェーンカッターの2つでしゅが、どこで使うんでしょうね。1つだけ開かないドアあったよな。いや、あのドアで鍵使ってもなぜか差し込めなかったんでしゅよ。ドアノブの上らへんにチェーンかかってたの見えてなかったのか。そういうことだったのね。よく見ないとダメだよリグルー。散るのは気づいてたの？もちろん。絶対気づいてなかっただろ。ではこちらのドアのチェーンを切りましゅ。そして鍵を装備して鍵穴に差し込んでっと。うん？あれ？あ、まさか鍵穴ってこっち？ちょっと紛らわしいドアだね。だいぶ謎解きで長引いたが、ご苦労さん。オルガンの椅子が勝手に動きましたな。ちょ、今度は女の笑い声までしてるし。これくらい予想できただろう。こういうシンプルなドッキリが一番心臓に悪いんだって。このくらいのドッキリ、全然苦じゃないんだよね。まだ女の笑い声してんな。あのナイフ女なんでしょうか。ものすごい怪我した女性が張っていきましたけど。笑い声じゃなくて泣く声だったみたいだな。しかも両目が潰されていたぜ。殺人鬼に鼻折られて目を潰されて、舌切られた人？顔面どころか全身傷だらけで死にかけって感じでしたよ。いや、もう亡くなってる方の亡霊か、もしくは幻覚か。あれだけ痛めつけられても生きてるなんて恐ろしいよ。いやいや、普通死んじゃうよあんなの。とりあえずさっきのは役の仏がもたらした何の関係もない幻覚ってことにしとこう。そろそろあのゴミ袋かぶった大男が再登場してくる頃かな。殺人鬼に捕まったら動きどころじゃない目にあっちゃうよ。あ、新エリアに移行してます。そろそろチャプター4来るでしょうか。それよりチャプター3のタイトル、失われた人形って何のことなんだろうな。ああ、そういや人形要素全然出てきてないよね。あ、そうそう、ゴイラちゃん探すのが本来の目的でしゅよ。大男に追われたり、長時間バグに悩まされつつ謎解きしたりして、気づけば赤ん坊のこと忘れてたな。赤ちゃん探すだけでいろんなこと起きすぎ。お、あいつは？くえ、てか女立ってる。と、遠くにいてもわかるこのデカさ。おそらく新たな敵。だよな。多分あれ、近づいたら電気が消えていなくなるのでは？PT みたいなパターンにはなるかもしれないな。メモが置かれてるので読んでみまし。それは素敵な夜でした。私はその夜、すべてを失うと思ってました。でもその夜、私は彼に会った。彼の囁きには、あらゆる意味で心を奪われた。私、その夜、彼についていくことに決めた。彼の囁きですか。
これまでのエリアに落ちてたメモもそうだったけど、メモを残した人たちって、ほぼ必ず誰かに薬の物を勧められて破滅してる感じですよね。直前のエリアに残されてた殺人鬼のメモらしきものも、薬で気が狂って女性を痛めつけていた説あるかな？ちょちょちょでか女消えたよ。PT みたいに電気は消えなかったね。まさかこれからランダムなタイミングでドッキリ仕掛けられるなんてことは。うひひひ。うひうなってマリサさん。今にも来そうでこない感じ、あたい好きだよ。あんまり無理すんなよ、チルの。最近体調が良くない。良くないわ。髪も取れ落ちて痩せてきてる。最近彼にも会ってない。ねえ、どこに行っちゃったの？はい、予想通り彼とやらから薬の物を飲まされちゃってる。髪が抜けてるって書いてたけど、さっきまで廊下にいたデカ女、髪の毛なかったよね。じゃああのデカ幽霊がこのエリアの被害者。これまで主人公を襲ってきた敵って、全員薬の被害者なのかな？そう考えると主人公が襲われる理由というのは、薬漬けにされた復讐で襲われているのだとしたら、まさか今までの被害者たちに薬を勧めた張本人って主人公？あ、ベッドの上に抜けた髪の毛がある。主人公が薬の売人であるなら、今こうして恐ろしい幻覚を見続けていたり、赤ん坊を探しているのはなぜなんだろうな。確かに。たびたび、彼は私に薬を持ってきてくれる。寂しくならないようにって、なんて優しいの？私はまた彼について言った。主人公がメモを残した被害者たちと一切面識がないのであれば、これまで何度も襲われてきた理由がよくわかんなくなっちゃいますね。監禁部屋エリアで襲ってきたゴミ袋をかぶった男が、最初のムービーで殺された男性の慣れの果てだとすれば、犯人は主人公説濃厚になってくるとは思うが、小学校のロッカーで見かけたテディベア発見。どこかの鍵も入手しました。テディベアの見た目はちょっとボロボロになってましたね。急に動かせなくなりましたけど、あ、戻った。またバグリブルでもしてんの？バグかどうかは知らないよ。どうやらデカ女が襲ってくる前触れだったらしい。そうやっていきなり来るの禁止。この部屋の中の鍵を入手するとデカ女が再出現するので、この先がどうなってるのか調べてから鍵を取りましょう。先に逃げ道を確認しとく作戦だね。奥にドアがありましゅが、どうやらここで鍵を使用する模様。案外主部近くだったので、デカ女の襲撃をうまく回避して走れば間に合うかな。一瞬操作が固まる瞬間の後、ちょっとバカし様子見してましゅ。ドア開けなかったら全然入ってこないのかな？自分から出ていこうとしない限り襲っては来ないらしい。ずっと廊下で待ち構えてるのか、一定の動きを繰り返してるのかが不明ですね。ずっと待ってても変わらないので勇気を出して開けましゅよ。あれ？あいつ目の前にいない？ずっと待ち伏せしてるわけではなさそうだな。進みたい方向には多分いないかも。左やばいかもよ。オッケー。多分今なら鍵を使用するチャンス。どうせ奥のドアの前で待ち伏せ。それだけは許してねえ。よしよし、デカ女はどっか行ってまっしゅ。ちぇ、つまんねえな。そこつまんないとか言わない。いっぱい洗濯機が置かれてるねここ。アイロンなどもございまっしゅ。もたもたしてたらこっち来るかもなので、あまり細かくは見ずにさっさと次の部屋に移りましょう。あ、イベント挿入されました。なんかデカ女に追いかけられまくるイベントでも起きそう。なかなか広そうなダイニングですな。後ろのドア勝手に閉まった。閉じ込められちゃったんじゃない？ボス戦でも始まるんだろうか？え、何の音？ちょちょちょデカ女がゴキブリみたいに壁張ってる。それ私への当てつけ？違うよ、マジでそう見えただけなんだって。リブルのことは全然言ってないから。一瞬姿を見せてすぐにいなくなるところはゴキブリそっくりか。マリサさんはなんでにやけてんのかしら？ちょちょちょ机の上張ってきてるよ。うわわわ突き飛ばされちゃったけど。私がにやけてんのは割と普段からだよな。全然リブルのこと言ってるわけじゃないから暴れ回るのだけは。あ、前の部屋に押し戻されて終わった？もしかしてこの先に行ってほしくないってことなのかしら？追いかけてくる様子は全然ないね。絶対これからヤバいことになると思ってたんだけど。でもこっちは赤ん坊を見つけないといけないので、いやでもこの先に行かなければいけません。ここでチェックポイント入りましたな。なんかすっごい広い部屋来たね。それなりに探索が大変そう。奥の方にデカ女がいるのを確認。本格的に奴から逃げ隠れしながら部屋を探索していく感じになるかも。おや？黒いもやみたいなのかかってきてないか？さっきまで全然黒くなかったよね。これじゃ明日探索するとき周りが見にくいじゃん。2階のラップを乗り越えろだってさ。まさかここに足場を作らないといけない？足場の遠さから判断すると、さっき乗ってた背の高い木製の足場みたいなのを2、3台運んでこないといけないかもな。黒いもやで周りが視認しにくい上にかなり広い部屋の中で2、3台も？運ぶスピードめっちゃ遅いから結構長期戦になるんじゃない？しかも奴に見つからないように運ばないといけないの辛すぎでしょ。まずは台座を見つけるところからだな。なんか視界が黒いもやに覆われるだけでなく、若干歪んできたりもするんですけど。心臓バクバクしてない？まさか黒いもやに長時間触れてるのもダメなのか？単にデカ女が近寄ってきてる合図とかじゃないの？なるほど、画面の歪みと心臓音で幽霊の接近を察知するってことね。接近されて心臓バクバクになるんだったら今もそうなってないとおかしくないか？確かに。オッケー、今なら奥へ進めましゅ。うわ、めっちゃ遠くに台があった。
一台目の場所はなんとか把握。でも運ぶためにはあまりにも距離が遠すぎる。脚立運びの最中に見出した斜め移動法を駆使しようか。せめて黒いモヤを消滅させるギミックとか用意されてないんですかね。こんな中で運んでたらいつ襲われるかわかんないって。これは大男とのかくれんぼ以上にきつい可能性あるなぁ。ずっと黒いモヤの中にいたらやっぱ視界歪んでくるよね。あんまり歪みすぎたら逃げづらくなるんじゃない？また心臓音がバクバク鳴り出しましたね。視界の歪み方も相当ヤバいでしゅ。なに？グルメヒノルヨモヨンボヨ。黒いモヤの中にずっといたら死ぬの？モヤに取り込まれてぐしゃぐしゃリグルに。ちょっと待て、このエリア正気かよ。部屋がかなり広い上に黒いモヤで周囲がよく見えないし、肝心の台座は距離が遠すぎる上に運ぶスピード遅すぎ献身だし、おまけに黒いモヤの中をでか女が徘徊してる上に一定時間以上いたら強制退場だし、プレイヤーをイライラさせる要素をフルコンプしてるじゃないのよ。まあ気をつけて運んでさえいれば前作よりはずっとマシではあるんじゃね。前作とは違った難しさとイライラが襲ってきましゅよ。心臓バクバクになるたびにモヤから出て休まないといけないとかやりにくそう。でか女の索敵範囲が狭いのはせめてもの情けだろうか。はぁ、はぁ、あともうちょっとのはず。ほとんど台座を運んで休んでの繰り返しで10分以上経過してるな。運んでくる台座は全部で2つみたいだね。今運んでるのを設置すればやっと突破できるはず。マジでここまでご苦労さんだぜ。あ、一応台座の場所と休憩地点を手書きで表すと、だいたいこんな感じの位置関係ですぜ。茶色っぽいのが台座の位置で、グリーンなのが休憩地点、紫の部分は黒いモヤで覆われたところでしゅ。細かいマップ構造までは書いてないのでご了承くださいのぜ。もう足場は繋げたからあとは越えるだけだよ。デカ女は奥の方にいるので大丈夫。ちゃんとうまく繋がってるといいな。これはちょっと怪しいんじゃね。最後の一つだけ角度が悪いんだけど。お願い越えさせて。多少のスペースは乗り越えられる仕様でよかったな。頑張って足場を繋げる作業はほぼカットしてるので伝わってないと思うけど、マジで精神的にも顎にもきましゅよ。でも男とのかくれんぼよりかは攻略は早かったぜ。あのかくれんぼの方がまだ頭を使って作戦を立てる楽しみがあったので、総合的には台座を運ぶ作業の方がきつく感じました。ちゃんとセーブ挟まれたから、もし死んでも運び直しにはならなくなったね。で、結局失われた人形というのはどこにあるんですかね？各チャプターのタイトルの意味や伏線がここまで全然回収できてないよな。もしかするとすでに伏線回収は済んでるものの、あまりにも情報が少なすぎるか、自分で察さないといけないところが多すぎるかで、私らが全然理解できてないだけって可能性もあるかも。ずっとこの調子でストーリーが進んでいくのなら、ある程度は自分で考えて結論を導き出す形に収まるのかもな。できればわかりやすい結末になることを望みましゅ。ね、急に青い BGM が。おいおい、これって絶対デカ女追いかけてきてるでしょ。さっさとまっすぐ逃げた方がいいと思うぜー。あ、あいつの足音っぽいの聞こえてるよ、リブル。結構足速い感じに聞こえるんですけど、今さっきもたもたしちゃったから追いつかれるかも。廊下の奥にドア発見。ちょちょ、暗すぎ検診。まさかこれで通路が入り組んでたりしないよね。こういう時はあまりキョロキョロせずまっすぐ逃げてみるのがいいかな。おいおい、黒いモヤまで立ち込めてきてまっしゅ。急いでモヤのないところまで逃げないと飲み込まれて死んじゃいましゅよ。どっか階段とかないの？すぐ登らないと心臓バクバクになっちゃうってこれ。最初でもたもたしたのが今日と出るかも。なんかこのドアの奥の空間おかしいけど。あ、まさか逃げ切れた？素直な逃走イベントでよかったな。台座運びがきつかった分、最後は簡単だったね。あら、屋外に出たみたいだけど。でも周り暗すぎてどうなってるかわかんないね。どこでもドアみたいになってるな。ドラえもんいるなら助けてよ。あ、チャプター4に入ったみたい。何？タイトルはジョーンズだって？ジョーンズってどっかのメモで見たよね。小学校の女の子に役の物を渡したと思われる人物の名前じゃないですか。まさかここに来てジョーンズが深く関わってきそうだとは。おっと、アタッシュケースの中に拳銃が？リボルバーかな？部品が足りてないからこのままじゃ使えないな。これって拳銃の部品集めて最後に何かと戦うってことだよね。それより周り暗すぎて、どっち行けばいいか全然わかんないんですけど。どれくらいマップが広いかで探索の難易度が変わってきそうだな。せめて途中から明るくなってくれれば助かるが。これはキルノじゃなくても方向感覚狂いまくる凶悪マップかも。あたいの方向感覚が狂ってるんじゃなくてマップの方角が狂ってるんだよ。適当に進んでたら明かりを見つけました。すぐ近くの木になんか刺さってる？斧がございますな。拳銃が使えないうちは斧が役立つかも。さて、次はどっちへ向かって走りましょうか。なんか音聞こえない？近くに誰かいる？ちょちょ、何このノイズ。どうも敵に接近されてるようだが、この感じはスレンダーマンに似てる。スレンダーマンって、目を合わせちゃいけないやつでしたっけ？やつを見さえしなければ逃げられる感じだったかと。お、斧で対抗できないの？今斧装備してるけど、攻撃はできないっぽいよ。うへぇ、マジかよ。少しさまよってたらまた別の明かりを発見。お墓みたいなところだね、ここ。アタッシュケースが置かれてるので部品でも入ってるかな？お、リボルバーのシリンダーだな。弾は入ってないっぽいのでまだ使えないでしゅね。全部品を入手すれば勝手に組み合わさって使用可能になるんだろうな。今は探さないとだね。ちょちょちょ、気を抜いたら突然来るんだから。
うわ、今目の前に何かがいまし。動きはそこまで速くないでしゅね。視界に収めてても死ぬことはないんだな。じゃあスレンダーマンではないのね。足元だけが見えてるので何なのかは不明。あと、奴が近くにいると主人公の移動スピードが一時的に上がりましゅね。じゃあわざと敵に接近した方が探索効率は上がるかも。できれば最初からさっきの速度出せたら楽だよね。うわ、同じところ戻ってきちゃった。完全に迷ってるよこれ。マリサさん道案内お願い。すまん、私も全然わかんねえわ。やーい、リグルもマリサも方向音痴。2分くらいさまよってたら小屋みたいなの発見しました。このマップ暗すぎて構造記憶しようがないわ小屋。マップが広くて視界が悪く、地図のようなものも用意されてない。その上主人公の移動速度は遅め。さっきの台座運びに負けないくらいのイライラマップかもしれません。こういう恐怖親切ゲー、リグル得意だろ。得意なわけあるかい。デカ小屋の扉開けてる最中に接近してくるの禁止。すぐ開けて中入って調べりゃいいじゃん。小屋の中まで侵入されたらヤバいかもしれないでしょうが。地味に小屋の扉が重くて開けづらかったでしゅ。3つ目のアタッシュケース発見。弾でも入ってるかな。お、弾薬ゲットだな。アイテム欄には弾薬表示されてないっぽい。それとまだ部品が足りてないでしゅ。まだ探さないといけないのかよ。おっと、あの像のところは多分まだ行ってないかも。マップ広すぎて部品探すだけで時間かかりまくりぐる。できればここに最後の部品入っててほしい。よし来た。ついに謎の敵と戦えるな。銃構えないのリグル。今弾込め中なんだよ。リボルバーだからリロードだけでそれなりに時間かかっちゃうな。あとは奴を見つけたら撃つだけの簡単なお仕事のはず。くそ？近くにいることはわかってるのになかなか奴が視界に入らない。リグルもう少し右の方だよ。やっと見つけた。これでも食らいなさい。リボルバー完成させる前よりかは姿がはっきりしてるな。倒せた？いや、段数的にこれで終わることはないだろう。あいつ、スーツ着てるように見えたけど。スーツ着てたキャラクターって言ったら、病院の階層で見かけたあいつ？もしかするとスーツを着たおっさんがジョーンズなのかもな。じゃあジョーンズがラスボスってこと？まさかだけど、これまで見てきた被害者たちのメモの内容的に、役のブツを渡してきた張本人は全てジョーンズだったのでは？小学校の女の子や、屋敷の姉妹たちの両親、ゴミ袋をかぶって殺された男性、そしてデカ女。これらの被害者は全てジョーンズから役のブツを渡されていたのかもな。じゃあ、今主人公がジョーンズらしき幻覚と戦ってるのって、主人公もジョーンズから役のブツを渡された被害者の一人なんでしょうか？それはちょっとわからないんだよな。最初のムービーで男性が殺されるとき、なぜか犯人視点だったのを覚えてるだろ？あの視点が仮にジョーンズのものだとすると、なぜそういう演出を入れたのかがよくわかんなくなるんだよな。それにあのムービーだけなぜか作中で2度も挿入されてるし。確かにあのシーンは謎でしゅよね。仮に男性を殺した犯人が主人公であるとして、かつ主人公がジョーンズだとすると、今主人公は自分自身と戦ってることになりましゅし。黒幕のジョーンズが赤ちゃん探してるってのも意味不明かも。とりあえず主人公はジョーンズではないはず。じゃないと意味不明な点が多すぎるんだよな。私的にはジョーンズからブツを渡されたケビンが役にはまってしまって、その結果エリザベスともめて離婚。その際に養子のコイラちゃんが連れて行かれるのを拒否し、ケビン一人で世話をしていた日々の中で役の禁断症状みたいなのが出てきて、いろいろあって今に至ってるという流れが一番しっくりくるかな。その場合は二度も挟まれた例のムービーの意味がわかんなくなるけどな。まああれは情報が少なすぎるということでスルーでしゅ。てか一度ジョーンズを撃ってからなかなかチャンス訪れないね。近くに接近しても視界に収められなかったら主が消えていなくなっちゃう。思ったより大変でしゅよラスボス戦。これがラスボスなのかはまだわかんないだろ。絶対ラスボスであってほしい。いつになったら二度目の銃撃チャンスが。おっとそこにいた。いい加減にしたバレジョーンズ。その調子だよさっさと倒しちまえ。これで終われば楽だけどな。これもリロードはレボリューションだ。十分楽しんでるやないかリブル。あともう一息かもしれないよ頑張れ。さあどこだ。いい加減出てこい。そろそろ決着をつけましょうじゃないの。デカよリブル。さすがにこれで終わってくれないとしんどいでしゅよ。すべての黒幕を確実に仕留めてやりまし。お、これはついに。ここまで長かったね。なんか倒れながらこっち近づいてきてましゅが、まだ打ち込んだ方がいい。妙に挙動がおかしい気がするが、これは普通なのかな？燃えながら近づいてきてるんだけど。もしかして第二形態あるとかじゃないよね？ここと何が起きてるんですか？え？まだ終わってなかったか？いや、さすがにあの感じは終わりでしょ普通。別の場所来た？一応進んだということで間違いないでしゅよね？倒したと思ったらそのまま近づいてきて捕まったように見えたが、まあ、多分これでいいんじゃね？右下に弾の数も表示されなくなってるね。撃っても弾切れになってまっしゅ。てかチャプター4のタイトルがまた表示された？もう一度チャプターが表示されることってあるか普通？ちょっとまだあいつ倒せてないみたい。マジかよいつまで続くのこれ。まさかの第2戦目で草。まずは弾を探せ探せ。ここまで手強いとは思わなかった。いくら探しても弾見つかんないけど。このままじゃ絶対あいつ倒せないよね。リブル、恐ろしい事実が判明したぜ。どうしたの？
他の実況者の動画を調べてみたんだが、ジョーンズを倒した時の挙動が全然違っててな。奴を倒せば普通はその場で倒れ、そのまま燃えて終わるんだよ。その後リグルが今いるマップに飛ばされ、わかりやすく明かりが照らされてる方向へ進めばエンディングだぜ。それじゃあ今の状況って、進行不能バグに陥ってるってこと？そういうことかと。またラスボスやり直し？ふざけんなよマジで。とりあえずロードし直そう。はぁ、最後の最後でそういういやらしいバグはいいんだって。ただでさえ時間かかるのに再挑戦とか。まあ今度こそうまくいくさ。あれ？この場所は、積んでるところから再開？やり直してもダメなのかこれ。だったらこの状況を回避するには、一番最初からやり直し。リブル落ち着いて。わかった。私が代わりにやるから。ガチでしんどかったぜ。あと3発打ち込めば勝てる。大男のエリアと台座運ぶエリアがやっぱ苦戦したよね。これで同じバグに遭遇したら心折られるってレベルじゃないよね。悪いことは考えるな。絶対いけるさ。そうに決まってる。よしこれで今度こそ決めるぜ。あんなバグはそう頻繁に起きないはず。さあこれでどうなるかだよ。念のため離れてマリサさん。いや、今回こそは大丈夫だな。奴は近づいてきていない。これで問題なくエンディングまでいけるはずだぜ。ラスボス撃破直後に進行不能になった人、私ら以外にもいたんでしょうかね。ちゃんとその場で燃えてる燃えてる。ここでジョーンズの死体がバグで近づいてきたとしても、触れずに逃げ切ってしまえば回避できていたのかもしれないな。あのせいで一気に数時間無駄にしましたよね。実況じゃなかったらその場で投げてたところでしゅよ。マリサ本当にお疲れー。これで次のマップで本来灯るはずの明かりが出現するんでしゅね。おお、ちゃんと明かりついてる。あとはこの明かりに従って移動するだけ。ようやく結末を拝めるぜ。私がここに迷い込んだ時は街灯なんて一切なかったでしゅよね。なんであんな意味不明なバグが起きちゃうのかしら。ラスボス戦で進行不能バグ引くって、絶対なんか呪われてるよね。間違いないぜ。そうそう、この謎の台座があるところまではたどり着きましたよね。あそこにゴールが見えたぜ。本当はそんなところにどこでもドアあったんだ。私の時はこんなもの一切なかったので一生さまようしかありませんでした。おっと、こんなところに屋敷で見かけたお化け？なぜこんなところにいるんでしょうかね。よくわかんないからさっさとドア入っちゃおうよ。そうだな、これでようやくエンディング到達。白い光に包まれてまっしゅ。で、赤ん坊はちゃんと見つかるんだよね。そうじゃないと困りますけどね。ここから先はまだ見てないから知らんが、動画で調べた時は残り数分で終わってたからきっとエンディングだぜ。赤ちゃんの声が聞こえてまっしゅよマリサさん。なんかめっちゃ明るいところ出たね。なんだか自然が綺麗な場所に出てきたな。一応動ける模様。周りはすごく真っ白でしゅね。一応まだ幻覚は続いてるのかしら。さすがに現実でこんな場所はないよね。そろそろ薬の物の効果が切れる頃なのかもな。一応この雰囲気はハッピーエンドなんでしょうか？ EB もウェルカムバックダディもバッドエンド気味だったから、3作目ではハッピー寄りにしてある感じかな？あ、奥に赤ちゃんいない？ついにコイラちゃんに会えたよ。途中マジで大変だったけど諦めなくてよかったねー。あとはこの子を拾えば完全に役から覚めて、いつもの日常に戻るのかな？そして真相が判明するんでしょうかね？何か解説みたいなのがないとわかんないところ結構多いよね。うん？おや？このゲームをプレイしてくださってありがとうございます。楽しいと言ってもらえる作品だったら幸いです。ホラーゲームファンとして、僕らが遊びたいと思うホラーゲームを全力で作りました。え？解説は？あ、赤ちゃんは取り戻せたの？多分愛はしたんだろうが。これで終わりなのか？最後に何かわかりやすい伏線回収でもあるかと思いきや何もなし。とりあえず最後は幻覚が覚めて無事役の物を立つことができ、黒幕のジョーンズも倒せて無事いつもの日常が戻ってきましたとさ。いや、ラスボスも幻覚そのものだったら実際には倒してないんじゃ。細けいことはいいんだよ。グリーンだよ。具体的なストーリーの流れが判明することはありませんでしたが、一応ハッピーエンドではあったということにして終わりましょう。最後でトラブルもあったけど、マリサお疲れー。ファンアート紹介して終わりますぜ。ビリー様、ブレイムヒムの木箱を見てバイオを思い出すリグルありがとうございました。シオン0130様、ムーリグルありがとうございました。これはボキじゃないよ。いちご大福様、サトリありがとうございました。スイちゃん様、頑張れ、グルリありがとうございました。トール様、竜の力を惜しむ使用会、リグルナイトバグ、漆黒のドラゴンウィッチ、キリサメマリサ、高貴なドラゴンの宮殿を探索する私ありがとうございました。ミラクルフィンガー様、ホウゾメリグルありがとうございました。魚様、ゴキブリありがとうございました。からかってんの？ブレイムヒムに出てきたゴキブリのファンアートだって。限界テフェチクロギツネ様、エイトプエルブで一発にバールで殴られるリグルありがとうございました。佐渡島ゴエモン様、真正面リグルありがとうございました。誰がゴキブリの、こんなところに美味しそうなナポリタンが。おい、俺を食うと死ぬぞ。
毒持ちだから。そんなの関係ない、いただきまーし。えぇ、ー、俺はただのナポリタンじゃねえ。あと、毒耐性持ってても、お前の場合、青木するぜ。やばいって。食べたら青木するナポリタン。私に対して効く毒とは一体？ナポリタンボール様、強すぎるナポリタンありがとうございました。以上、ご視聴ありがとうございました。マリ様ターボ上がったねー。強化を骨格の修復とかしたんでしゅよね。また修復し直しだから金かかるんじゃ。何も言わんでくれ。